おはようございます。シリーズものですね。簡単にちょっと振り返るね、番組がこれですね。だいたい人生半世紀ということなんですけども。内閣総理大臣のね、何をやっていた政策みたいなね、ところからね、自分は何やってたかみたいな、そういう番組だったんですけども。なぜかね、今の時点ですけども、田中角栄のね、再生は多いですね。他はまあ、やはり中曽根康弘、小泉純一郎みたいなね、まあ、いい勝負みたいな、今後はどう再生されるかはね、まあ、いろいろな要因でね、決まってくると思うんですけども。私の人生のね、特徴についてね、簡潔に述べればね、このキーワードになるんですよね。すでにね、番組でもありましたよね。小学校時代のね、なんて言いますか、男女比がね、1対3でしたからね。もうおしゃべりが絶えないというね、そういう、クラス。そして今もね、まあ高校ですけども、まあ学級崩壊ですね。なぜかこういうね、まあお仕事でもね、これまでの、生き様というかね、なんて言いますか、なぜかこの学級崩壊。さらにはですね、特徴は、私の人生の特徴はですね、底辺もですね、頂点もね、それなりにね、まあ理解してね、まあ経験しているということですよね。一つ目はね、まあ学歴ロンダリングかもしれませんね。二つ目はまあ、そういった中でもですね、偏差値教育へのね、挑戦というのはね、まあ日本の大学っていうね、大学入試っていうのはね、入り口が厳しく、出口がね、だるいと。その逆がね、慶応義塾のね、通信教育課程でしたけどね。三つ目。順番は違うんですけども、まあ、結果的にはそれほど違わないんじゃないですかっていうね。ただ、順番が、狂ってくるだけで、日本のね、ルール、そういったところはですね、改善の余地があるんじゃないでしょうか。人生の転換点とかね、まあ、いろいろあるんですけども、まあやっぱりね、大学受験っていうのがね、一つのね、大きなね、転換点だと思いますよね。さらには、職場が変わるみたいなね、ところもね、さらには大きな転換点だったんですよね。で、まあ大学院はね、一応目指していたんですけどね。まあなんて言いますかね、ちょっとついてないっていうのがあると思うんですよね。97年のね、アジア通貨危機とかね、その辺もちょっとね、影響したりね。で、大学院の最後の天井を割るときもね、決して景気が良くないみたいなね、そういうことだったんですよね。まあ人のせいにしちゃいけませんけどね。じゃあ私の家族の特徴はどうかっていうと、まあこれまではね、夫婦仲はね、決していいとは思いませんでした。で、兄貴も私もね、独身貴族なんですよね。で、今の現代のね、あれでしたらね、三下り半だと思いますよ。親父見てますとね。で、兄貴はね、誰からも憎まれない人。で、親父はね、飲んだくれだのにまだ生きてるんですよね。で、迷惑かけさせられたね、御前様やられてね、迷惑かけさせられた母親が先に死んで亡くなっちゃったんですよね。で、この親子についてはね、断捨離とか掃除が苦手なんですよね。だから私が苦労してますよね。で、家族の転換点は、すでに挙げましたけども、中曽根康弘のね、民営化の頃だった。つまりは、1980年代。まあ、プラザ合意のね、あの辺だと思いますね。駐留所が良かったですよね。では、これからの余生はね、どうなるかっていうね、感じですけども。いや、兄貴はね、私はね、まあ、こんな感じで行くのかどうか。二つ目はですね、定職にありつけるかどうか。三つ目はですね、まあ、こういう学習支援業とかね。それに加えてね、YouTube 広告収入が来るかどうか。要は年金生活にね、まあ年金も当てになりませんよね。はっきり言いますね。なので、どうするのか。四つ目、働きつつ学ぶっていうのはね、今年はね、4ヶ月できなかったので、もうほんと地獄からね、這い上がってきた。まあそういうわけです。それでいて、消費税10%、ガソリンも高い、ね、物価もつ、ね、次に高い、賃金は上がりません。さあどうするか。こういったところなんですよね。来年はどうなりますかね。鬼が笑いますので言いませんけれども、ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。